皆様こんにちは。ウルトラストリートファイター4の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。現在のプレイヤーポイントは 2874PP でございまして、今回も特にテーマのないランク1をモリモリとやって PP をどこまで稼げるかっていう形でやっていきたいと思います。まあ言うてね、スト4シリーズも結構長くやってますからね、もう新しい企画とかなかなかないんですけれども、とりあえずは PP がどこが限界値なのかっていうか、そんな感じですかね。そういうのをちょっと見ていければなみたいな感じではちょっと思っていたりします。まあ、とりあえず3000は超えたいですよね。3500ぐらいまではトントンとなんとか超えれたらいいなと思ってます。だそっから先はやはりこうモッサ中のモサが出てくると思いますからね、ちゃんと考えつつ PP を本当にこうちゃんと取れるようにやっていかなくちゃいけないかなっていうふうに思ってますよね。お、来た来ましたよ。現在の時刻はだいたい1時30分。しかしいっぱい入ってきてくださる、ありがたいありがたいありがたい。けでは今回のキャラはですね、まあいろいろ使っていきたいんですが、アベルとかもまあ PP2000 ぐらいの使える度ではあるんで、やれるかもしれません、負けるかもしれませんけどもね。お、あ、うーわー、結構やってからじゃろぜ、わー、参ったな。まあサガット相手はアベルは比較的いけるキャラですからね。綺麗な色。あ、痛い。トミス投げられて、バックステからのコマ投げ、なぜかジャックからの、フラッシュ、やべえ、セービング全然当たらない。タイガーアパカ、あ、ワロスコンボまでいっちゃう。これちょっと美味しいっちゃ美味しいですね。はい、あらららら、はい、ディレイスタンドに取って、わあやべ、うわっ、やばいっすね。当たったー、一生セービングからの、はーい、お、今体貫通してませんでした。右手で溜めて右手で殴る。ちょっとですね、アベルらしいまとわりつくいやらしい戦法がなかなかできていませんね。ちょっとしっかりしましょう。駒投げしてのからのディレイスタンディングするから、バッショーイ、はあ、ミスった、押して、おいしいよと投げられて、いやー投げちゃうんだこれ、はい、あ、からのゲーラックシュート。アベルって寡黙な軍人キャラなのに動きめちゃくちゃノリノリじゃないですか。だけどガイルは軍人なのに一生遠くから弾撃ってるだけみたいな、結構まあ似てるようで変わってくる、そんな軍人業界ですよね。他のゲームの軍人とかでもやっぱりなんか遠くから弾撃つ人が多いんですよ。イエデルンとかンクローリーとか、みんななんかメガスマッシャーみたいな、なんか多分ね、ガイルがね先般だと思うんですよ。ガイルがいなかったらそんなことになってなかったと思うんですけど、まあしょうがないですよね。この後出る軍人キャラっていうのも多分みんなそんな感じだと思いますよね。手から出るのか足から出るのかの違いだと思います。さあ、あと誰にしようかな。とアベル使ったから、ちょっとじゃあ投げキャラいろいろ行ってみましょうかね。うわー、これは難しいですね。メガトンプレスだったな、メガトンプレスだったな。いや、ワンチャンあの中段の技あるじゃないですか、
EX のキラキラしたやつガードできたら2回転かなと思ったんですけど、遠くからナイフを投げられないようにするためにもウルコン2だったな、失敗しましたね。ヒューゴー好きで結構使ってるんですけど、まあ勝てるときは勝てるんですけど負けるとき負けますね。ちょっと放してみます。無理か、ちょっときついですね。投げてもうからの、えちょっ EX 入れちゃった。おしゃれさんですね。おグラップしたよさすがに。助かっしゃー、からの打ちはあんまりできません。ケイ、あ、いた。バックブレイクか。なんでやねん。パールインしてるし、これカウンターヒットじゃないよね。カウンターヒットかな。えりすぎでしょ。ラッキー。しかし追いちゃできた。あ、できた。あそこバナしてくるか、まだ間違っちゃいないよな。ロレントは攻めが強いんですけど守りが弱いですからね。うわ、ミス。いやー、これジャックもったいないな。え、ちょ、どうした相手の方。あ、箱はなんだかわかんない。あはー、やべ、痛い痛い、やめて、間違えちゃったんだから。やったラッキー。相手の方すげえ一生懸命攻めてくれてたのにあんまり見てなかったです、ごめんなさい。よかった。なんか、あ、なんかいろいろやられてるけどよくわかんないからプーンみたいな。まあヒューゴの良さですよね。あのリープアタックっていうんですかね、技名ちょっとわからないんですけど、下下中キックで出るちょっと浮いて出す中段技がクライアンテがすごく上に移動するんで、ちょっと下段を透かしてくれたりとかするし、持続当てをするとその後状況すごく有利だったりするし、結構ボンボを使ってっていい技だったりしますね、中段ですし。では 3000pp まで来ましたので、このまま頑張りましょう。今回投げキャラ使っていく感じですね。なのでギフ使いましょう。さあ相手の方のキャラクターは豪気だからしべぶりかな、しべぶりかな。いやーでもなー、難しいですねこの組み合わせ。なんかザンギすごいいけるようになったはずなんですけど、キャラ体ができててなんですよね。なかなかお茶を濁すような戦い方できないかもしれないな。ゲージを3本ないしは4本貯めてからが勝負かなというところですね。まあ、それまでは運よく攻撃がちょいちょいと当たってくれればいいなぐらいですかね。メガザンギ、はい、いた。手たまらない。あーっと、いてててて、1ゲージ貯めたいですね。たまらんねー、たまった。うわい、これは厳しいな、さすがに。アシャアシャじゃない、ダメよ。厳しいですよ。まあでもあんまりこう食らってないからワンコンボ圏内にはなってくれるんですね。いやー、やっちまった。おいしい、うわー、やっちまった。いやー、きついな、これきついですよ。うわー、
ー、回しゃよかった。やっちまった。ちょっとね、ワンチャン吸ってくっていう投げキャラ使いとしての気概がないと今の残業もきついですよね。うわー、やっちまった。ポカラカボーン、やらかした。マジか。ケイケイって、うまい。投げれない。やっと投げれた。しかし弱。そして相手の方はどうする、どうする。なんでスクリューが、やらかした、釣られた。ダッサイマジ。ピキー、ダサすぎる。マジ。あーあー、 PP がこれ80ぐらいもっと減るかな。あー、また2000台は乗っちゃった。悲しすぎる。ちょっと今の方にリベンジしたいですね。使うキャラもちろんザンギエフなんかじゃないですよ。正義の味方 T-HAWK。 味しめて入ってきてくれないかな。入ってこないかな。オラオラオラ、はい、来た。うまいぞ、俺の PP はうまいぞ。ああ人違い。はあ、チューチュー吸いに来てくれなかったか。あ、ちょっとこれ結構厳しい戦いになりそうですね。相手の方の PP にもよるな。あ、なるほど。これはでも逆に難しいかもしんないな。 PP が3000を超えると割とこう、なんて言うんでしょうね、読み合いに勝てば勝てるって感じなんですけど、この辺はちょっとなかなか難しいところはありますね。うわー、からのからからの、そうそう、勝利をからの、からの、うわ、なんだからの、投げてるだけじゃねえかって感じですね。わあ、もうどうしよう。相手の方丁寧に立ち回ろうとしてる感じかも。そろそろ勝利、違うか、やべ。でもすごくいいことですね。スラストピック、スラストピック、スラストピック。あ、しっかり仕込みやってらっしゃる、いいことですね。コンドルス、コンドルス、コンドル、コンドル、コンドルス、さすがに。このコンドルスパイアっていう技はですね、非常に危ない技だとみんな認識しておいてください。セービングもあるし、弾も抜ける。そして先端ガードさせられたらまだホークターンなんですよ。フレーム的に若干振りぐらいだったらまだホークターンなんですよね。ぐるぐる回すもよし、昇竜パナスもよし、前捨てからウルコ狙うもよし、いいですね。よし、今回の目標は3000超えでフィニッシュ。これでいきましょう。投げキャラでももう全部使っ、あー、考えた。あかんかー、あかんかー、あかんは使えないんだよなー。やめてー、でも使おう。いや、勝てます、勝てます。
フォルテは投げキャラじゃないんでいいですよね。あれは投げキャラじゃないんで。どうかな。ユンカーユンカーユンカー、これねウルコン2だと思うんですけれども、ウルコン2うまく使えないから、ワンチャン2回転投げのブッパで勝てりゃ勝ちたいなって感じですかね。どうすかな、難しいな。しかも3000いってますからね。対空はジャンプ中盤でしょ。あと油塗り塗り油塗りですね。お、根性叩き直されたる。はいはい、やっちまった。はいはい、うわ、おお、どうした、投げて、はい、からのビチャビチャ、おー、ビチャビチャ失敗。ヘル投げるな、オッケー、ワンチャンからの、なんでねやべえ、踏んちまった。あー、安いよ。しかし2回転圏内、2回転圏内、ダメ。あれでもあれ2回転確定だよな、しっかりやってこないと。やっちまった、中盤からの鉄さんやってくれ。あー、鉄さんやってきた、ダメだ、鉄さん2回転入れたかった。どこで、でもどこでぐるぐるしていいか分かんなかった。見てからぐるるんできるかな。おう、これバルトール、わあ、バレてる、赤瀬 B からのからのからのカンカン、まずいっすよ。やっちまった、やっちまった、最悪のシナリオからの最悪のシナリオ、最悪のシナリオからの、はい、ダメでした。これ3000以上いけるかな。時間はまだ大丈夫ですね。投げキャラ界終わりです。やっぱ使えないキャラを無理して使う意味はないなっていう、まあ、その自分への戒めでございましたね。となると残り時間的にギリ3試合、大急ぎで3試合ですね。なのでメガポイズン以外で1回やりましょう。はい、ビビ高い方来てくんないかな。高い方にも勝てるキャラどうすかな。ローズかな、ローズかな、ローズいきましょう。これはかなり有利なはずです。とはいえそういう戦い方がちゃんとできるかどうかが大事ですかね。大事なのは EX スパイラル、しかも PP 高い、ヒューゴメインしてらっしゃる方だ。これは生半可じゃないですよ、これ頑張らないとな。ヒューゴ戦ほんと下手なんですよ。 KSK さんにポイズン使ってもベガ使っても勝てないっていうね、恐ろしいことですからね。やっちまった、まずいっすよ。全部食らうな、結局いつもこうなっちゃうんですよね。投げて、ダブルポッ、いいですね。からの一人離せば多分いけると思うんだよな。
多分そうですね、弾をとにかく処理するの大変なんだったら、多分ローズはガンガン前に行ってもいいんじゃないかなって気がしますよね。弱弾見せてから前に移動していって、こんな感じでうまくやれば、しっかり角換入れないとまずいな。対空もちゃんと立ち台パンとかうまく使っていかないと。そうですね、甘い攻撃はすぐ、狙っていきたいですよ。やっちまった。まあでもゲージを吐かせたということで良いとしましょう。もうちょっと至近距離でやればよかったですね。爆捨てしたって。安い。怖え、マジで。どこへ行く？したって負けそうだな。やったら、キラ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 、あっぶねえ、超ドキドキした。勇気のソウルピエで、あー強かったよ、怖かったよ、よかったよ。はい、こんで有利キャラでもこれですからね。ヒューゴ戦あんまやりたくないですね。いや、ヒューゴはキャラがあんまり強くないと思われてるところあると思うんですけど、申し訳ないんですけど、今作のヒューゴは全然弱くないどころか真ん中ぐらいはあると思ってますね。なんなら真ん中より上もあるかもしれないと思ってます、個人的にはですけどね。でも人に言わせれば多分やっぱ C ランクとかってことになるんじゃないかな。 B ランクはないと思いますね。よし、こっからベガポイズンなら多分いけるっしょ。いけると思います。3000狙っていきます。前回面白かったな、あんな面白い人が入ってきてくださるといいんですけどね。ではベガベガベガ、この前ですね、ももちさんとお話をさせていただいたんですよ。その時に剣が苦手なキャラとかってどんなキャラなんですかねって言ったら、タメキャラ全般が苦手、とりわけやっぱベガとかチュンリーとかガイルがきついですねって言ってたんで、まあ、やっぱり剣に被せるとしたらベガとかなのかなって感じなんですけど、でもね、結局捕まってぐちゃぐちゃにされるパターンが多いんですよね。自分は個人的に道義戦がすごく下手なので、ちょっとそこだけ早く直したいなって感じですね。あ、同じ色だ。はい、ああほらこんな感じ。大キックがめちゃくちゃ、お、どうした相手の方。やべえ、ラッシャーだ、苦手なラッシャー。いけ、ちょ、これはねまずいですね。今遅らせウロコンやったはずなんですけど、最速昇竜が最速すぎて確定の上当たってましたね。はい、ちょっと冷静にならないといけませんね。でもあんま時間が長くなると動画の解像度落ちるからな。おい、勝利ミスんな。
えなこれ。勝利釣ってるつもりなんですけどうまくいきませんね。マジオッケー、いいの当たったよ。もう飛ぶしかない。でもそれこそ今桃地さんがいろんな戦い方をみんなにしてちょっとあれを悪影響を与えちゃってるところあるかもしれないですよね。あの桃地さんがやるのはロジカルにやってるわけでただ話してるわけじゃないですからね。安いよ。マジか。でもすごい、やっべ、これで2000いくっていうのはやっぱでもいいゲームですね。頑張らないと負けますよ。よかった。なんでゲージを吐かないんだろう。謎が多い、謎が多いゲームでございます。でも実際負けそうでしたからね。ちょっと気をつけなくちゃいけないよな。今最後の最後で昇竜セビキャン爆捨てとかっていうことができる人だったら負けてましたからね。難しいところだな。まあ、とはいえやっぱりそのベガ戦っていうのは剣としては苦手っていうのはありますから、今の戦い方は間違ってるわけじゃないんですよ。とはいえね、でもちょっといいようにされすぎたところは不安ですね。気をつけないと。じゃあ最後はポイズンを使って終わりにしたいなと思います。はい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 。ポイズンキスが強くなったと聞いてもまだポイズンキスを実戦に入れようとはちょっと思えないんですよね。まあ、ウルコンダブルとかっていうのがワンチャンありなのかもしれないですけどね。アドン戦とか劣化し、あ、相手の方引退とか言ってる。早くないですか。ちょっと頑張りましょう。お互いフェイロン戦か。ポイズンはちょっと苦手かもしれないですね、個人的にはですけどね。春巻きだちょ。わじゃーん、ほうはい、わじゃーん、パラスよ。せーい、うわ、ミスった。バーッショー、はいはい、あーよいしょ、わじゃーん、わじゃーん、おお、やべやべー、ミスった。なんだこれ、美味しいけど安っ。ウルコ入んのかな、ちょっとわかんないっす。入んないっぽい。気をつけなくちゃいけませんよ。やべ、対空出ないかね。あれはガードした後はガードした側が有利だから、有利なフレームでの読み合いをしなくちゃいけないと自分は思います。あの勝利の打ち方だとこっちが勝利打ってたらこっちが後出しの形になるんで、無敵時間の関係でこっちが勝ってしまうんですよね。
はちょっと気をつけなくちゃいけないかなとは思うんですが、何はともあれこんな形で今回は終了となります。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。